徐々に体がほぐれていくのがもう最中から分かって、普通のマッサージの90分コースとか120分コース受けた後くらいのリラックスが得られて、もうこんな短時間でこんなリラックスできるなんてって驚いてます。こんにちは。こんにちは。今から清掃していきたいんですけども、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか？そうですね、数年前から腰腰痛に悩んでいまして、そこが解消できたらなって思っているのと、あと肩こりもたまに出てしまうので、この2点改善できたら嬉しいなと思ってきました。かしこまりました。ちなみに今でしたら、やっぱり腰痛の方が気になるそうですね。かな。最近やったらいつ腰痛あったとかありますか？昨日デスクの仕事が割と多くて、で腰痛を強く感じました。腰痛自体、だいたいどれぐらい前からお持ちですか？大体8年くらい前から悩んで長まいです。すね。肩こりはいつぐらいから？肩こりは最初腰痛が出て、その後なので5年くらい前かなと思います。でも症状自体全部長いですね。そうですね。わかりました。ちなみに今までは何か整体に行かれたりとか、接骨院とか病院に行ったりとか、そういうのっていかがでしょう？そうですね、実は腰痛関連で言うと、その8年前くらいですかね、学生時代にヘルニアをやってしまいまして、それで少し通院してた時期があったのと、あと割とそうですね、8年くらい前本当に悩んでいて、もうマッサージ整体とかは結構な頻度で実は行ってました。最近は行かれてないんで今すはね。運動とかに変えて、運動やストレッチに変えてしばらく行ってない状態です。ちょっと変えてからマシでした。以前よりかはだいぶマシにはなりました。でも昨日は痛かった。痛かった。何とかしてきます。ありがとうございます。期待してます。じゃあ、まず動きの確認をしたいんですが、首からできる範囲でいいので、ゆっくりぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい。逆回してみてもらって、この時は突っ張る感じとか痛みが出るとか、そういうのはいかがでしょうか？少しだけ突っ張る感じがあります。左右どっちの方がとかはありますか？特にどっちとかは感じなかったです。OK、そうです。じゃあ今度は横向きになっていただいて、ゆっくりでいいので下向き上向きってやってみましょうか。はい。この時は突っ張る感じとかはいかがでしょうか？顔を上に上げた時に、この前の方がちょっと苦しくなるような感じはあります。OK です、OK です。じゃあ、あと腰の動きも確認したいんですが、一度肩幅足開いていただいて、できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。じゃあ、今度は手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。痛いですか？ちょっと腰が心配になります。 前柔らかいなと思ったんですけど、後はい。ろが全然反れてないですね。そうですか。やばい。特にピキってなるとか怖い感じとか、そういうのは大丈夫でしたか？ちょっとだちょっとだけ、け。やっぱちょっと心配になりますね。OK、OK です。じゃあ今から全部見ていきますので、横のベッドに移動お願いします。ゆっくりと右向きます。楽にしてだーっお、と。大丈夫ですか？びっくりしました。初めての経験です。びっくりしますよね。逆いきますね。ゆっくりとね、左向くような形で楽にして、そのままですね。だーっと。OK です。一回座りましょうか。足を伸ばしたままお座りください。後ろにも垂れてきてもらって、首の後ろ、ここで両手を組んでもらってもいいですか？ここで指と指をしっかりと結んでもらって、下向きましょう。一旦脇閉じて、胸を張ります。ゆっくりと持たれて、肩を引いて、もう一度脇閉じて、ちょっと持たれましょうか。下向いて、でもう一回だけね、背中を丸めましょはい。うか。肩の力をストーン。で、背中も丸めます。大きく息を吸って、はい、吐きましょう。ふーっと。少し持たれます。で、吐く、です。手を押していただいてね。手を下ろして、一旦楽にして、下向きましょうか。
ここで一旦首ぐるっと回してみてもらった感じもいかがでしょうか。これでいいね。あ、可動域が上がったような気がします。スルスルって。よかったよかった。下向き、上向きはいかがでしょうか。はい、より下の方が楽になったような気がします。下向きも。でも上も楽になったような気がします。 OK、 そうです。左足を曲げてもらって膝曲げましょうか、はい、少しだけお尻前に、はい、OK です。両手もらいますね。ちょっと引っ張りますよ、はい。両肘曲げたまま楽にしておいてください。このまま大きく息を吸って、はい、吐きましょう。今度逆向きでお願いします。次右足曲げます。膝曲げてもらう。両手をもらいますね。ちょっと引っ張りますよ、はい、両肘曲げて楽にしておいてください。ちょっとだけお尻前。ですね、大きく息を吸ってゆっくり吐きます。はい、じゃあ上向きで寝ましょうか。足伸ばしたままで、はい、ちょっと骨盤周りを押していきます。手を上げてから腕の力だらーんと、このまま腕の力ストーンと落とすような形でゆっくりと持たれましょう。手を後ろに回してもらって肘を曲げます。ゆっくり持たれましょう。だらーんと、今度逆向きでお願いします。はい、今度握ってもらいます。で、一旦腕の力だらーんと楽にしてもらって、で少しもたれましょうか。右手を後ろに回しておいてもらって、肘を曲げます。でゆっくりと後ろにもたれてだらーん、右手もらいます。楽にしてもらってだらーんと、左手もらいますね。楽にしてだらーんと、全部整痛が終わりましたけども、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？はい、初めてだったので最初はちょっと緊張したんですけれど、もう徐々に体がほぐれていくのがもう最中から分かってリラックスモードになれました。あ、よかったです、うん、じゃあまた動きの確認をしていきたいんですが、まず首からできる範囲でいいのでゆっくりぐるっと回してみましょうか、はい、逆回し見てもらって、今首は動かした感じはいかがでしょうか？とっても滑らかです。よかったです。じゃあ今度横向きになっていただいて、先ほどと同じように下向き上向きってやってみましょうか、はい、今下向き上向きやった感じはいかがでしょう？滑らかです、すごく。よかったよかった。じゃあ、あとまあ問題の腰ですね、はい、あのまた肩幅し開いていただいて、できる範囲でいいので前と後ろ前屈と後ろ後屈をお願いします、はい。
手を添えてゆっくり後ろに反ってみましょうか、はい、今腰は動かした感じいかがでしょうか。腰もすごく楽になりました。よかったよかった、はい、嫌な感じとか怖い感じとかないです。あ、 OK です OK です。短時間でこんなに変わるなんて驚いてますありがとうございます、はい、今日施術を受けられてなんですけども、全体的な感想っていかがでしょうか。そうですね、初めての経験だったんですけれど、もう普通のマッサージの90分コースとか120分コース受けた後くらいの、この全身の解放感、リラックスが得られて、もうこんな短時間でこんなリラックスできるなんてって驚いてます。そう言っていただけると嬉しいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日は一旦ね、ここまでしときますので、一度これで様子見ていただいてもいいですか。あ、わかりました。ありがとうございました。